田沢義春田沢義春7月20日から1944年11月24日は、大正期及び昭和初期の社会教育家、政治家、思想家。佐賀県鹿島市出身。青年教育と政治教育そして選挙粛清に一生を捧げた。とりわけ青年団運動及び青年教育に尽力した活動が知られており、青年団の父と称されている。 1885年7月20日、佐賀県富士津郡鹿島村大技高津原434番地に、父、義陳、母三スの長男として生まれる。4歳で、鹿島小学校に入学。幼少時は、旧鹿島藩主、鍋島直明の訓導を受ける。1901年、明治34年旧正佐賀県立鹿島中学校、卒業。 熊本第五高等学校を経て1909年、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。同年11月に高等文官試験に合格、内務省に入省する。1910年8月、25歳の若さで、静岡県安倍郡へ出向し郡長に任命される。郡長となった当時、日本は日露戦争で疲弊しており、 地方農村の経済的なラビに人的基盤における立て直しが急務であった。このため田沢は学校教育とは無縁の勤労青年に教育、自己修練の場を与える活動を展開し、彼ら都心職を共にしながら指導に当たった。田沢の青年団運動提身のきっかけの一つは、広島県の小学校教師山本滝之助の情熱であった。彼は、 広島で青年教育を指揮し全国へ、青年指導の重要性を訴え、地方の青年組織支援を内務省へ働きかけていた。1915年、明治天皇と証券皇太后を祀る明治神宮の創建が決まると、内務省、明治神宮造営局総務課長に移動。全国から青年団員を集め、彼らの勤労法師で明治神宮を造営することを提案し、 実行に移した。現在の明治神宮や外苑の木々は造営時に全国の青年団員が持ち寄ったものであることは知られているが、これは田沢のアイデアによるものである。全国から集った青年団のこの活動は田沢の首相のもと、1925年の大日本連合青年団結成及び日本青年間建設へとつながっていく。1920年、 財団法人協調会の常務理事に就任。講習会などを通じ青年労働者の教育に携わる。1924年、静岡県安倍軍の青年団に壊れ、静岡3区から第15回衆議院議員総選挙に無所属で立候補。制限選挙の中で国民政治の確立と道徳政治の実現のため、選挙の改善を唱えて一切の選挙不正を排した。 理想選挙で挑むも250票の勝差で辞典落選。同年10月に東京市条約に就任した。1925年日本青年館開館式において道の国日本の完成と題する記念公演を行う。1926年日本青年館並びに大日本連合青年団の常任理事に就任。1929年には 青年団活動を経験した壮年者による地域の魂、社会の良心をモットーとした共同組織、壮年団結成の運動を全国へ広げることを目指し、壮年団規制同盟会を創立。1931年、日本青年館の別館、翼音館に青年団指導者養成所を開設。自ら指導にあたり、 1933年には、同郷同僧の後輩でもあり、親友でもあった、下村個人を所長として迎えた。1934年には、日本青年館並びに、大日本連合青年団理事長となり、1936年まで、務めた。1933年、貴族院議員に直選される。1936年、2.26事件後の、 広田内閣組閣の際、内務大臣として入閣を求められたが政治信念とは相入れぬ内閣のために誇辞した。1944年3月、四国全通時での講演の際、日本軍の勝利を信じる聴衆を前に敗戦はもはや絶対に避けがたい。この苦難を通らなければ平和は来ないと言い残し壇上で突如意識不明となり、倒れる。 そのまま同地で療養するも、11月に、脳出血のため59年の生涯を閉じた。遺骨は、東京都府中市の多摩霊園と佐賀県鹿島市の幸福寺に分けて埋葬された。田沢は、青年団を、自然に発生した創立者なき団体、郷土を同じくする青年の友愛の情を基盤とする、共同生活の集団と定義づけていた。また、青年教育について、 確一主義や注入主義を払拭し、自由創造の精神を持って青年には自ら考えさせ、自ら収容させ向上させるべきという持論があり、自己を磨き自己を成長させるのは、結局は自身による収容しかないということを愛情を持って気づかせることが教育者の使命であるとした。戦前、ことに進学率の低かった明治期の青年団に対しては、 学校教育の補助教育機関という位置づけのもと、文部省の主導で、講習会、映画会、通俗図書の閲覧などによる教育が実施されていた。田沢の考え方はこれらと一線を画すものであり、これは現在における青年団の意義、さらには生涯学習の考え方にも通ずるところがある。1914年、田沢は、 安倍軍千代田村の連久市寺において、18歳から26歳の青年団員を対象とした講習会を実施する。この講習会の最大の特徴は参加者と講師に、およそ1週間の共同生活を課した点であった。その意図は、寝職を共にすることによって、相互友愛の精神が芽生え、相手を尊重し合い、個人の意見を集約し集団の意見を作り上げる。 そして集団に清し貢献することによって、自己の存在の意義を実感し、義務感や責任感を培うところにあった。このような宿泊型研修の考え方は、戦後の青年団の事業にも受け継がれており、現在もこの理念に則っ,った青年リーダー養成事業が、日本青年館と日本青年団協議会の共催事業として行われている。 田沢の青年教育論の根底にあったのは、善逸論と呼ばれる人生観であった。すなわち、人の人生は一個の人生でなく、祖先より子孫に伝承される盾の永遠の命であり、また家族、職場、地域ひいては国や民族といった、横のつながりの中で相互に影響し合い、共に営んでいく人生であるという思想である。そして、 個々の存在が十分に個性を発揮しつつ、その存在を立派に認められながら根然たる全体の調和の中に立つとし、個性の充実こそが全体の充実につながり、共に成長発展していくと考えていた。ありがとうございます。